ハロー YouTube キジトラハウスキャットビデオ。昨日のアンチは今日の友。あ、呼び鈴が鳴りましたね。皆さんおはようございます。2022年2月4日金曜日早朝になります。今日はキジトラさんいるかな。痛いキジトラさんだ。キジトラさん、どうです、うわ、キジトラさん収穫作業です。キジトラさん収穫作業です。始業時間開始になります。食べることがお仕事になります。ユニバーサルベーシックインカムの支給です。早朝の監修は5万人ですね。もう朝早くから来ております。お立ち台をよくおります。あらららら、開催はどうなのか。キジトラさん、第2ステージが始まりました。もう早いですね。プーマスタイル合格です。すごいね、いきなりもう序盤戦で第2ステージプーマスタイルです。プーマスタイル続きますね。尻尾の角度がね、いい感じですね。観衆も大喜び。皆さん生活がかかってますからね。もう払い戻しは不可能です。キジトラさん5万人分の売上金を持っております。よく食べますね。観衆もものすごく喜んで歓声が湧いております。今日の開催は絶好調ですね。キジトラさん、あ、お立ち台降りてしまいました。休憩かな。とりあえず玉貸ししましょうね。上を向いております。玉貸しです。あれ、行ってしまいましたよ、キジトラさん。あららら、また旅を振ります。第3ステージ、すごいですね。プーマスタイル当局の審査です。合格ですね。綺麗なプーマスタイルが続きます。いいですね、いいシルエットです。まるでプーマです。尻尾が安定していますね。綺麗ですね、キジトラさん。あ、突然持ち物の妖怪族電車が来ました。あらららら、森村市の妖怪族電池派ですね。那須さん、しびれちゃってもう倒れちゃいましたね。トシちゃんまで、違法海賊電波に浴びてしまいました。森村市の違法海賊電池派ですね。しつこいですね。まるちゃんがもう浴びましたね。電池派が収まりました。お立ち台を降りてしまいましたね。まだちょっとしびれてるのかな。第4ステージに入ります。観衆からの歓声が湧いております。玉貸ししましょう。あれ、お立ち台を降りてしまいましたね。また戻ってきました。第5ステージです。すごいスピードで速いですね。あ、モール信号ですね。白い大野田さんになります。ジロリー、もう一度ジロリー。プーマスタイルです。観衆からの拍手がね、すごいですね。当局の判定です。合格ですね。スコアボード見ています。合格。第6ステージへ行きます。すごいですね。プーマスタイル第6ステージですね。また記録更新になるのかな。プーマスタイル続きます。キジトラさん頑張っていますね。へこたれへんですね。もう歓声が湧いております。木造スタンド明治時代からですね。キジトラさんよく食べますね。スタンドは崩れそうです。保険に入ってませんから気をつけてください。撫でます。あれ、お立ち台降りました。キジトラさん忙しいですね。今日はね、お立ち台降りてしまいます。お、第7ステージからのキジトラさんプーマスタイルですね。
今最高第7ステージですね。車スタイル合格ですね。なかなかすごいですね、キジトラさん。あ、立ち台降りてしまいました。第8ステージで記録更新ですね。スタンドから観衆がもう拍手を送っております。白いおのこさんになります。ギャラリーもりもり食べています。なんか怪しげなヤンキーなノリのいいうさんくさい曲が出ています。もりもりといえばちょっとラジオのヤンキーなうさんくさいね音が出ておりますね。なんでしょうかね、画面も変色してきましたね。あ、来ました、森の足の違法海賊レンジャーですね。ナスさんまた浴びて、トシちゃんも浴びてしまいました。クワコママ浴びてしまっています。マールちゃんも違法海賊レンジャーに浴びてしまいましたね。スタバニさん、ドジローさん、ミソちゃんも森村さんに北海賊電波を浴びちゃってますね。みそちゃん京都で浴びています。22年バージョンですね。これはちょっと甘く見てはいけません。森村氏の北海賊電波ですね。ピタバニさんも浴びてしまいました。あららららゲストさんみんな倒れちゃってますね。森村氏の北海賊電波ですね。もう食らったら最後ですね。ナスさんはちょっと癖になっております。森村氏の妖怪族電磁波ですね。森村氏の妖怪族海賊電磁波です。まだ来ますね。トシちゃんももう浴びてしまいました。七夕さん、森村氏の妖怪族電磁波ですね、浴びちゃってます。ムライアンさんは神戸で浴びております。ゲストさんたち立ち直れませんね。もうマルちゃんも地面に這いつくばっております。森村氏の妖怪族電磁波です。しつこいしつこい。キジトラさんももうもちろん浴びています。回電波が収まりました。しびれたのかお立ち台を降りてしまいました、キジトラさん。あ、第9ステージでさらに記録更新ですね。最高新記録ですね。第9ステージです。記録更新になりました。まだまだステージ更新するだろうか。申し上がっています。キジシロさんを狙います。ギョロリー、長い睨みですね。まだまだ風魔スタイルです。ちょっと尻尾下がっちゃってるかな。結果がちょっと心配ですが、キジシロさんを狙います。ジロリー、ちょっと野良猫の妨害で神経を使ったのか尻尾が下がってしまいます。尻尾が下がり風魔スタイル不合格となってしまいました、キジトラさん。野良猫で尻尾が下がりましたかね。やっぱり精神的にプレッシャーもあんのかもしれないですね。風魔スタイルもキジトラさんを撫でてなだめます。すごい格好になりましたね、キジトラさん。なんですかねこのスタイルは。マタタビスタイルと言った方がいいかな。残ったマタタビを舐めていますからね。あ、モールス信号ですね。野良猫ですかね。野良黒さんになります。ギョロリー、もう一度撫でてなだめます。撫で撫で撫で。キジブタさんになるのでこれでドクターストップとなります。まだ不満そうですね、キジトラさん。今朝のお話はここまでです。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイでーす。